Gal。こんにちは、ワンピースポッドキャストラジアシのみヒロです、フィルムレッドワンピース見に行きました、アメリカでは公開遅れまして、フィルムレッド見に行くの遅くなりましたが、いや面白かった、歌がね人造人間説など牧野の娘説などありましたが、歌はシャンクスの実の娘ではないことが明かされました、歌は2歳の頃に、海賊に両親を奪われ、さらわれてしまいますが、偶然シャンクスに助けられ救われます、公演前は原作のワンピースの扉絵に映されている、子供が歌ではないかと、言われていましたけど、今作のフィルムレッドとは、無関係系のようです、それね、歌の能力は歌の身で、歌声を聞いたものを歌ワールドへ誘うことで、能力を発揮します。能力は以下の通りで、歌ワールドでは、全て自身の思い通りにできる、音符で、拘束したり兵隊を呼び出せる、意識を奪った人たちの、現実世界での体を、自由に操れる、能力を発動したまま、死んだ場合永久に仮想世界から出られない、でそして魔王トットムジカを呼び出せるという。でトットムジカについては後々説明しますが、歌ワールドは何もかも自分の思い通りという、まさに、敵なしといったところですね、自分に鎧をつけたり楽譜や音符で兵隊を作り出したり、思いがままです、現実世界では歌語ララバイで、眠っている人を操ったりすることもできます。デンデムシをハイジャックして全世界をですね、歌ワールドに招き入れようともしていました、そして先ほど上がったトットムジカですが、レジアに封印されている楽譜を歌うことで、魔王トットムジカを呼び出すことができます。歌ワールドから抜け出す方法は現実世界と歌ワールド、両方でトットムジカを、同時に攻撃して、倒すことです。で劇中現実世界では赤髪の海賊団と、歌ワールドでは麦わら海賊団が、同時に攻撃して倒しました。歌ワールドは寝てしまうと溶けてしまうので、劇中では寝ずキノコを食べて眠らずに死ぬという手段に出ています。歌ワールドで全世界を魅了して、現実世界で苦しむ人々、自分を救い出すために歌で、幸せな世界を作り出そうとしたのです、最後に歌は死んでしまったのかと、なんかネットで話題になってますね。シャンクスの繊維から治療薬を渡されましたけど受け取りませんでした、死んでしまったという説が有力ですが、原作のどこかでまた登場してほしいと思います。はい、今回はワンピースフィルムレッドについての、感想でした、どうもヒロでした。バイバイ。